これ結構くすぐったよ。ガチでくすぐったい。僕の血源を見るんですか、お二人が。何人もやってますね。昔元カノがね、まあ僕病原です。今回ですけれども、血芸を永久脱毛したいと医療脱毛を言ってきました。内容2部構成です。前半は VIO 脱毛、みんなが知りたいことあれもこれも全部ね掘り葉掘り聞きました。後半は実際に脱毛している様子を大公開。そしてなんと僕の視聴者さんだけ安く医療脱毛をできるプレゼント企画も用意しております。今回は最後まで目が離せないぜ。早速行ってみよう。病原です。メンズクララクリニックの看板生徒です。メンズの VIO 脱毛というところでですね、先生にですね、また根掘り葉掘り聞いていきたいと思います。はい、ちょっと質問をまとめてきたんで、見ながら。そんな質問あります？めっちゃあります。ただメンズのみんなも聞きたいことだらけだと思うんで、そうです、はい、ちょっともう覚悟してください。 VIO 脱毛って言っても、まあ、そもそもどこなのか。どこなのか、はい、まず V は、はい、あれですか、ね、こういうそうそう、はい、立ったらここに見えてるところが V みたいな感じ。そうそうですね、大体見えてる、見えてるところが V。 はい、はい、で I は、はい、竿と、はい、股上で、 O はお尻の穴の、はいはいはい、次が、VIO のメリット。メリットって何かあります？でも I と O はない方が女性受けいいんじゃないですか。あ、そうなんですかね。昔元カノがね、まあ、僕こういうことがありまして、まあ、あんま好きじゃないんですけど、で結構こうお尻バラしてみたらボーボーで、よくそんなことをよくそんなことできたなとか思ってたんですけど、女性的にそういうのって OK なんですかね。いや、まあいろんな趣味の時にあって、あ、そういう人もいるかもしれないですか。もしれない。なるほどね。可能性の話。はい、まあ、ほとんど今 P がついてると思うんですけど、はい、ちょっと楽しい話をしました。ちょっと真面目な話すると、はいはいはい、例えば寝たきりとか、うんうん、ちょっと動きづらいとかって管理が必要になった人は、そこにやっぱりおしっことかうんちとか、はいはいはい、絡まってしまったり、あー、毛に絡まっちゃった、はい、それで感染症とかを起こしたりとか。感染症、不衛生だったり、普通に帰るから現実的に大変へばりついたりとかしてっていうのがあるので、うんうん、処理しておこうっていうのが一つあります。うんうん、VIO 脱毛何回ぐらいやれば、いいですか。本当にしっかり脱毛するには1年とか1年半とかは必ずあります。ただ今生えてる毛に対しては、まあ、2、3回とかやれば結構抜けるので。なるほどなるほど。だいたい5回ぐらいとかコースやってるところがあって、うん、うちとかも結構半年間の通い放題って。通い放題っていいっすね。あ、ちなみになんかその周期っていうんですかね、1週間おきとか2週間おきとかそういうのってどれぐらい。大体、VIO だと1ヶ月半ぐらい。1ヶ月半ぐらい。最初の方が結構すぐすぐ生えてくるんですよ。で半年とかやっていくとだんだんこう次まで生えそろう期間が長くなってくるので、うんうん、だんだん抜けてっていうのが。じゃあそれいくらぐらいかかるの。そうですね、まあ、クリニックよりもさまざまなんですけど、はい、まあ、1回、まあ、2、3万とか見ていただければ、うんうん、まあ、それなりですね。レーザーの種類っていうのはちょっと注意してほしくて。あ、レーザーの種類、効果の高い順にいわゆる普通のレーザー脱毛、次に蓄熱式、で次に光っていう順で、効果が弱いものほど回数がかかります。ああ、そうなんですね。じゃあ全部それによって価格も違うんですか。価格もそれで結構違ったりします。へー、ここ先生あれですよね、医療脱毛ですもんね。で、まあ多分医療脱毛とサロン脱毛の違いとかって結構気になってる人もいると思うんで、サロン脱毛だといわゆる永久脱毛ってできないんですけど、毛の周期でその時生えてる毛をこう弱化する、うん、で次に生えるまた弱化するっていうのを永遠のループになっていくというのが基本的にはサロン脱毛なので、人数また経つとまた生えてきちゃう。もう要するに一緒行かないといけないみたいな感じですね。医療部分はしっかり 1、2年とかがっつりやれば、その後ほとんど生えてこない。全然生えてこなくなるわけじゃないけど、うっすらで済むとかそういう話ですね。ほぼほぼほぼです。やっぱり医療脱毛がいいんだな。まあ、ね、今回ね、体験させていただけるということで、めっちゃ楽しみです。あれ、先生と女性の看護師の
何か問題ありますか？僕の血芸を見るんですか、お二人が。何人もやってますので。もちろん男性看護師もいます。あ、本当ですか。男性看護師がいる日っていうふうに指名することもお、なるほどなるほど、はい、じゃあ僕はちょっと男性の方にしても恥ずかしすぎるんで。わかります。あ、先生、はい、僕毛剃ってないんですけど。自分でやりやすいところは剃ってきていただくんですけど、大とか無理じゃないですか。はいはいはい。そういうところは普通だけ剃るのは普通のサービスです。あ、ありがとうございます。じゃあ別に剃ってないんですけど大丈夫ですか。わかりました。OK。あとちょっと不安なんですけど、はい、やってもらってる時もう立っちゃうんじゃないかな、勃起しちゃうんじゃないかな。まあみんな大体立ってるんで。あ、みんな大体立ってる。全然大丈夫。あ、なるほどね。逆に刺激があるのに立たないと大丈夫かな。こっちが心配になっちゃう。なるほどね。もう立ってもらった方がいいってことです。立った方が健康だなみたいな。普通に触られるんですもんね。こうやる。触らないと。当てられないですもんね。分かりました。らしいです。皆さん大丈夫ですか。私たちは不干渉なんです。不干渉の先生がやってくれるんで女性でも。いやー、始まりますよ大脱毛。まず剃るところから。お疲れ様です。すいません、よろしくお願いします。ボーボーって。はい、大丈夫です。屈辱的すぎる。くすぐったい。これはくすぐったい。ケツの穴を責められてます。これなんか多分 S 系ある女性が見たら楽しいじゃないですか。これ結構くすぐったい。ガチでくすぐったい。腰に力を入れる感じ。腰に力を入れないで。リラックス。普通にやってたら勃起するんでしょうね。僕はそういう趣味ないんですけど、ケツを責められたい人多分いると思うんで、一定数責められたい人、責めたい人、多分ド M の人かな。僕ド M じゃないんで。逆になんかもうものすごい屈辱的。ね、男性でも女性でもプロですからね、そこは。そうです。もう業務なんです。もう何も感じずやっていただく。何も感じることができない。もう終わりました。ありがとうございます。終わりました。鼻ですか。こんな感じでチューブを鼻の穴に入れてます。はい、小気麻酔。お願いします。風が出ながらレーザーが照射する感じ。まあ、本当だ、すごい。はい、冷房が来てるみたい。はい、お願いします。あれ、もう始まってます。はい。あ、全然痛くない、全然痛くない。上げますか。あ、チクって確かにしてるのはしてる。あ、でも全然痛くないっすよ。なんかその冷房のこう冷えてる感じの方がこう感覚的に感じて、あ、でもなんか焦げてる匂い感じるから、やっぱり照射されてる。あ、すごいすごい。家庭用脱毛器と同じような焦げた匂いが。あ、でも本当全然痛くない。冷房の感じるのがすごい、すごい冷房を感じる。なんか日本語喋れてないですね。小気麻酔のせいということにしておきましょう。もろ今お尻の穴付近が照射されてます。あと半分。ただ上の方はあんま全然痛くないんだよな。多分ちょうど多分穴付近に来ると若干痛いのかなって感じです。あのお尻の穴を今ガバって開かれて、かなり屈辱的な感じなんですけど、メンズクララクリニックより病気があレポートでした。終わりました。終わりました。終わりました。ありがとうございます。お疲れ様です。ありがとうございました。なんか、はい、全然痛くなくて、ちょっとね、正気ガスのおかげでテンションがね上がっちゃって、本来よりもガスでちょっと酔っ払ったみたいな感じになって。ね、なんか別に麻酔って感じでもないんですよね。ガスなしで普通に受けるとちょっと苦痛っていう人があった。あ、そうなんですか。全然苦痛じゃなかったですね。これを1ヶ月半おきぐらいにやってたら、そうですね、徐々になくなっていくって感じですね。で、ちょっと先生お願いなんですけど、はい、僕のね、この見てくれてる視聴者さん向けになんかプレゼントとかあるといいなと思ってて、なんかできないですか。そうですね、
半年間通い放題プランっていうのを VIO13 万3000円でやってるんですけど、うんうん、それを、これ見てくださった視聴者の方には2万円引きで2万円もいいですか、はい、ありがとうございます。きっかけに、はい、ありがとうございます、はい、ということで皆さん、ここにね、期間出てると思うんですけど、この日までに、申し込みかな、LINE してくださった方に2万円引きいただきましたんで、はい、はい、ぜひ皆さんこの機会にね、VIO 脱毛を始めてみてはいかがでしょうか。本当に清潔になってすごくいいと思うので、うんうんうん、はい、皆さんにやっていただきたいです。はい、じゃあまた皆さん次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。5、6回とかの結果、じゃあお願いします。やってきます。やってきます。やってきます。はい、あぐらかいた状態でちょっとなんか赤ちゃんみたいに赤ちゃんプレイが好きな人は多分ここで勃起すると思うけど、今剃られております。人生初パイパン。もしも聞いてなかったんですけど、先生は VIO 脱毛やってるんですか？私は